金融先物取引所金融先物取引が効率的に行われるようにするため受給を取引所に集中させ流動性の向上と安定した価格形成を図ることがその主な役割である個人投資家が金融先物取引所で直接取引を行うことはできず参加者である銀行証券会社等の金融機関等を通じて 取引を行わなければならない。金融先物取引所は、会員制法人または株式会社でなければならないと、金融先物取引法に規定されている。東京金融先物取引所は以前は、会員制法人であったが、2004年4月に株式会社に組織変更している。金融先物取引所では、売買立ち合い時間が定められており、 東京金融先物取引所の場合、通常は午前9時から午後6時まで行われる。そのうち午前9時から11時30分、午後0時30分から3時30分を日中取引、午後3時30分から6時を夜間取引と称している。なお、証券取引所と異なり、第8回と大農会の開催日も午前中で取引が終了することはない。また、 重要な経済指標の公表費等は、日中取引の開始時刻が繰り上がり、日本銀行等が金融先物市場に影響を与える発表を行う場合には、取引時間が臨時延長されることがある。現在は毎週土曜日、日曜日祝日、12月31日から1月3日は、為替証拠金取引市場を除き、休場となっている。ありがとうございます。